ハローエブリワン、皆さんこんにちは、ヒューマです。今は朝の7時15分です。これから朝の市場へ行ってきます。すごく楽しみです。はい、場所へは到着したんですけど、朝こんなに鳩がいっぱいいました。おはようございます。朝早いです。はい、ここはお花屋さんなんですけど、まだ準備をしてたりもしていました。ここの階段を上ると野菜だったり果物の市場が見えます。はい、到着しました。やっぱり朝は気温も涼しいし、空気も美味しくて気持ちいいです。はい、美味しそうなトマトもたくさんありましたよ。僕が初め買ったのはバナナと、あとレモンです。今朝は市場に来たこともあって、朝ごはんを食べる時間がなかったので、バナナを朝ごはんと、あとお昼ごはんにしようと思いました。で、レモンはもう毎日食べます。本当に疲労回復にめちゃくちゃいいんで、絞ってレモン汁を飲むようにしています。はい、で今からここの建物に入ります。ここは魚屋さんです。中に入ってみたのは初めてだったんですけど、もうたくさんの種類の魚だったりエビだったり貝類が売られていて、もうびっくりしました。本当になんか北海道の、あの魚海産物の市場みたいな感じしました。僕は魚の知識が一切ないので、どれが美味しいのかだったり、どれがどういう味とかそういうのが分かんなかったので、ちょっと今回は買わなかったんですけど、これからたくさん勉強して魚もさばけれるようになったらかっこいいなって思いました。練習したいと思います。もう本当に種類豊富ですよね。ここの市場はもう野菜も果物も魚も肉も全部新鮮です。はい、で僕魚をどれ買えばいいのか分からなかったので、僕は今回はマグロの刺身を買いました。話によると、まあ、刺身にして調理しなくても食べれるということだったんですけど、僕はまあ怖いんで表面をさっと焼いて食べました。まあ普通に美味しかったです。はい、今度はお肉コーナーです。ここは地下にありました。ここも来たのは初めてです。たくさんお肉が売られていて、まあ結構感動しましたよ。わ、こんな場所があったんだって気分になりました。はい、あそこの階段から降りてきたんですけど、地下はこんな風になっていて、たくさんお店があってお肉がたくさん売られていました。お肉だけではなく野菜もたくさん売られていました。もうこんなに種類があったら見つけるのに困らなさそうです。しかも外のお店と違ってコバエだったりそういう虫もいないので、安心して買えるねって思いました。僕はこの小ネギを買いました。もう見た目がすごい美味しそうだったので買おうって思って、肉と一緒に炒めてもすごい美味しくなるから買いました。たくさん野菜もあるし、味噌汁の具に困らないですね、これは。僕の場合は今回はお肉を買う予定ではなかったんですけど、一応お肉もたくさん見ました。結構美味しそうなお肉が売られてましたよ。そして僕はトマトも買いました。この店員さんもすごい優しい方で、おまけを入れてくれました。嬉しかったです。ちょっと何の食べ物か分かんなかったんですけど、はい、卵もこんな風に売られていました。はい、もう本当にたくさん買えたし満足でした。
たくさん買いました。まずレモン6つかで、これでバナナ、これ今日のお昼ご飯で、トマトもたくさん買ってます。これおまけでつけてもらいました。はい、でこれツナのマグロです。はい、ネギも買って買いました。すごい綺麗で美味しそうだなって思いました。マグロ。はい、じゃあひっくり返していこう。ひっくり返らない。難しい。これは両手でやらなきゃダメなやつだ。ちょっとカメラを切んなきゃって考えてました。はい。これわさびつけながら食べたい、はい、スーパーで買ったお肉を適当に炒めてるんですけど、今朝買ったネギがすごい美味しそうですよ。ほら、もうすごい新鮮で美味しそう。はい、もう一つおまけ動画です。毎日こうしてプレイから自主練をしています。このスタジオは小さめのスタジオなんですけど、普段は大きなスタジオでリハーサルやクラスレッスンがあります。で、今日はプレイだけ動画載せておきます。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではさよなら、バイバイ。